はい、こんばんは。何事も浅く広くカメラなどの話チャンネル山でございます。今回はふとね思い立ちまして、カメラメーカーごとに現在のラインナップを見ながら、どのような、ね、考えのもとカメラを制作しているのか、ラインナップを整えているのか、少しねレンズの方も加えながらカメラメーカーのこれからをねちょっと読み解こうという動画でございます。なお今回の動画は私のねかなり個人的な意見ですので、これが全てではもちろんありません。アホなこと言ってんなぁとね思いながらね聞いていただけると幸いでございます。そしてまず今回取り上げるメーカーはこちら、はい、ソニーさんですね。ソニーさん、私は現在 α9 所有しております。過去で言いますと、初代の α7、 それから α7-2、 それからこの α9 というね順番で所有しておりました。 α7-2 から α9 まではね1年ぐらいソニーから離れた時期もありましたが、またね戻ってきたって感じですね。こちらの α9 は α9-2 ももう出ておりますが、現行品として一応ソニーストアで販売されております。そうなんですね、ソニーはね旧機種をずっと販売するという方式を取っている機種が多いですね。とりあえず現行品を見ていきましょう。まずフラグシップ機として登場するのが α1 ですね。最近発売された α1 がフラグシップ機になります。それから α9、 まあ少し前まだねフラグシップ機的な扱いでありましたが、今ではオートフォーカス番長的なね役割、それから連写スポーツ系にね役立つカメラとしてラインナップされていると思います。そしてこちらの α9 の方もね、 α9-2 が出た後旧機種扱いだとは思うんですが、今のところまだ販売されております。ソニーストアでもちゃんと購入できますね。それから α7 の方は現在4種類ありますね。 α7 無印系と R、S、 それから C4 系統ありますね。少し前までは C がなかったので3系統といった感じだったんですが、現在は α7C が加わって4系統になっております。違いといたしましては、 α7 はベーシック、それから R は高画素化ですね。そして S は高感度が強い、 C はコンパクトといった感じですね。4種類も α7 だけで出しているというのはソニーの強みですよね。そしてその下にね、最新の機種だけではなく少し古い機種までもラインナップされております。例えば α7R4 が現在現行機種になりますが、3もねソニーストアで売られておりますし、S の方は最新機種の S だけ販売なんですけれども、 α7 の無印は3以外にも2がね今のところソニーストアで販売されております。そして先ほども言いましたが、 α9 の方も α9-2 が販売されておりますが、こちらの α9 の方も販売されていると。こんな感じで旧機種もずっと販売併売していくというソニーのスタイルがね見られますね。確か α7-2 が出た時も α1 がねかなりの間現行機種として扱われておりました。まあこの辺手厚いと見るべきなのか在庫処分と見るべきなのか難しいところなんですが、在庫処分にしてはかなり長い間販売されておりますので作り続けてるんですかね。ということでソニーはいろいろな機種販売されているの今見ただけでも分かったと思います。これにさらに APS-C カメラもね同じマウントで販売されておりますので、 α6600 や α6400、 それから5000系もありますよね。とね、 APS-C も同じレンズ同じマウントでやってますので、多種多様なニーズにお応えできる E マウントという感じがします。さすがミラーレスをねキヤノンやニコンより早くね始めただけあって、もうラインナップの充実度が素晴らしい。レンズの方もキヤノンやニコンよりかなり充実していると言えます。超望遠レンズなどは最近ようやくキヤノンなどが制作を発表しておりますし、予約も確かね 600mm とかしてたのかな、もう出てるんですけど、ソニーの方はもうほぼほぼ完璧に整っていると言っていい感じですね。今現行でソニーとして弱いのはシフトレンズなどぐらいですかね。ほぼほぼ標準的なレンズは
発売されている状況といっても間違いないと思います。このあたり先行しているメーカーの強みがね本当に出ておりますね。やはり今ねレンズのラインナップとしては本当に抜かりないんですが、単焦点レンズあるいは望遠ズームレンズ、広角ズームレンズ、本当ね隙がないラインナップなんですよね。これだけ揃っていればまず不満なく使用できると思います。まあ、短所といたしましては、APS-C からねもともと始まっているマウントだけあって、少しねマウント径が小さいのでレンズのね製作にこれから支障が出るんじゃないかとよく言われておりますね。まあ、このあたりはね今のところそんなにね目に見えて弊害になっているという感じはしないんですが、これから大口径レンズをどんどん発売していくとそのあたりのねデメリットが出てくるのかもしれません。マウントが小さいことによりまたボディ内手ブレ補正が効きづらいんじゃないかといったご意見もございます。実際ねキヤノンなどよりボディ内手ブレ補正が効かないという報告がよくありますので、そのあたりは真実かと思います。まあこのあたりねどれぐらい重視する方がいるか分かりませんが、見逃せないポイントであることは確かであります。あとねこれはね下世話な話なんですけれども、 α1 から α7 の無印までほぼほぼデザインが変わらないのであまりドヤ顔できないというのもありますね。 α1 を持っていても α7 持っているのと勘違いされるぐらいほぼほぼ同じ形で形状でございます。まあ、ボタン類がねちょっと違ったりしますけれども、機材マウントを取ろうという方にはちょっと不向きなのかもしれません。その点今度発売されるキヤノンの R3 などはね、縦グリップ一体型なんでどうやるにはいいんじゃないですかね。まあ重たいのはちょっときついですけどね。それからねカメラ付けにはね案外不評でありました α7C なんですけれども、蓋を開けてみれば大好評でございますね。やはり小さいというのは正義ですし、軽いということは持ち運び前提のカメラとしては最重要課題であるということをますます見せつけられた感じがします。そのあたりソニーのねマーケティングのうまさがねほんと出てると思います。もともとね α7 など発売した時も小さいということをね主眼に置いてて、小さくならないなら機能はいらないといったところも結構ありましたよね。もうソニーはねこれ以上大きいカメラを作らないといった心情が例えば α1 とかにも見られると思います。そういったねボディのねサイズなどにねこだわるっていうのは共感持てる方が結構いるんじゃないかなと思います。レンズの方も最近 50mm の F1.2 など販売されましたが、あれもかなりコンパクトに仕上がってますよね。 F1.2 とは思えないほどコンパクト、こういうこだわりがあるメーカーっていうのはいいんじゃないかなと思います。まあ最近ねコンパクトっていうのは結構流行りでして、レンズなども特にソニーもそうなんですけれども、 F 値が大きい代わりにコンパクトな単焦点レンズなど続々販売してますが、時代はね大口径よりコンパクトに傾いているのかもしれませんね。まあ少々 F 値が大きくてもね ISO 感度耐性がね強くなっている昨今、それより軽い方がいいといった感じがあるのかもしれませんね。もちろん大口径ならではのボケの美しさやあるいはボケの量などね、絶対に F 値が大きいレンズでは真似できないところもあるんですが、そういったことよりやはりコンパクトを重視してきているというソニーのね姿勢は多くのねユーザーに受け入れられている場面だと思います。その点キヤノンやニコンなどはでかくてもいいので性能がいいものといった感じの思考にただいまのところ見えているんですが、それがねどれぐらいユーザーを獲得できるのかちょっと興味があります。まあ、キヤノンのね最高級例えば R3 とかですかね、あのあたりは売れるとは思うんですけども、一般ユーザーにまで浸透する価格かというとそんなことは決してないと思うので、そのあたりのね開拓がキヤノンやニコンにはできるのかというところがね、これからどのようなね企業バランス、企業パワーバランスになるのかといったところを決めていくのではないかなと思います。本当ソニーはね盤石なんですよね。 α1 から α7 のベーシックモデルまで全く隙がないラインナップでして、10万円台から本当フラグシップまでどこに穴があるのかなといった感じですので、ソニーを選んで自分に合うカメラがないといったことはほぼほぼないんじゃないかなと思うぐらいですね。まあ売れている理由がわかる気がいたします。といったことでソニーのこれからの話をしますと、まあこれからもしばらくの間は盤石だと思います。問題はマウント径の大きさがデメリットになってしまうようなレンズの開発がねキヤノンやニコンでどんどん広
広がっていってしまうと、あ、ソニーにはこのスペックのレンズ作れないのかといった風潮ができてしまうとね、革新的な技術を載せることによって比較的早く成長してきたソニーにはね、そのあたりがね足かせになっていってしまう可能性があるので、そのあたりを危惧するぐらいで今のところは盤石なんじゃないかなと思います。あとは APS-C のプロモデル、あるいはねハイアマチュア向けのモデルがあまりねない、まあ6600とかありますが、いかんせんなんとなく6400あるいは5000系のアマチュア系カメラと違いが大きく見られないというね悲しいことがありますので、6600の上のモデル、上位モデルをね、例えばこの α9 のね小型版など、連写もオートフォーカスも素晴らしい、 APS-C なんて意外とね需要あると思うので、そういったカメラ作ってくれると嬉しいですね。今のところ噂としては ZV-1 の APS-C モデルみたいなのをもうすぐ近々発表するなんて噂もありますが、まあそれもねマーケティングのうまいソニーさんのことですので売れるとは思いますが、まあ、ハイアマチュアと自分で豪語するのもなんですが、アマチュアなミハな私としては α9 の APS-C 版なんてね結構欲しいと思うのは私だけでしょうかね。この α9 と α9 の、ね、APS-C に超望遠レンズの組み合わせなんてね、テレコン使わずいろいろな野鳥が撮れるんじゃないかなと思ったり、皆さんはねソニーについてどのような印象をお持ちでしょうか、あるいはソニーの将来性どのようにお考えでしょうか、ぜひぜひコメント欄にコメントくれると嬉しいです。 Twitter、Instagram などやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回はソニーについていろいろグダグダ喋ってみました。では次のメーカーのグダグダ話でお会いしましょう。バイバイ。